そういう道具好きな人やったらみんな知ってる人だ。今では手に入らへん、その皮脂管になかなか手に入らへん、払えたから2つ問題です。芸能だけで俺5つか6つぐらい持ってる必ずし、もちろん大きさちゃうけどな、一番大きいやつで、一番大きいやつでもこれ1万何本どこだな、まだ昔の値段で今やったら手に入らない。もしもみんな見たらええ、大体見たらええの持ってんなかったらみんな見えずっしり思うと思ったそんなの使わへん出番あらへんけど、たまにあるね。寿司はそんな一番使うぐらいのとみたいな思うよな、使いやすいしっくりで、それが皮脂管が一番いいの使ってるわ。今でもだから8000円、1、8000円も、まあ、万はいかへん、名前はそこまで上がってへんから。それでもあれ古いやつの方が高いなみたいな、おい明治に名前を出て長谷川幸三郎や、長谷川幸三郎、長谷川やったかな、幸三郎のやつが初代、その人のやつが6番7番こんな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 ものすごくかっこいいね。そうこの弦の金槌を芸術の域まで高めていったり、それネットでももう大体品切れはあっても6万になるわけかな。そんなん使えへんよな飾りもんやもんな。やでそういう人の弟子が2人いねんけどな、忘れたわ。そういう人の弟子のやつは干支のほかある、これ羊やから羊の彫りもしてある金槌の絵、じゃあ金槌御殿やな。そんな有名な人なんて知らんかった御殿、そもそも値段したやん、1万それでも1万ぐらいしたかな、夜ぶっ壊してもらうしな、このコンクリート初ってぶっ壊してもらうて、もう家に置いてあるけどな、使い物ならんぐらいぶっ壊したけど、でそれと兄弟で一緒のやつがその人名前売れていって高々なって言ってるけど、それがこの間こうで1万円のこれだわ、このこんなこんなチックチックたまにつぼでね、これはちょっとセーブ買わんでもよかったかな思う、あんまりセーブみんな見てかっこいいよ、ヤスリ仕上げかっこいいね、その金槌の横に鋼ついたんだよ、全部鋼にもあるけどな、昔は鋼が高かったで、中のもう柔らかいこの鉄の部分にその鋼をくっつけて溶接というか工場みたいなやつの、それの技術がなこう芋付けでポポンつける付け方とな、こうはみ込むみたいな付け方が前あんねん、芋付けができる、難しいで、その技術がみんな難しい、できる温度とかなんか関係があるんじゃない、あんねん、それみんなできる職人技やな、職人技やな、でその人の弟子のその人二人ともそうやけど、その芋付けできる鍛冶屋やはり、なんか材料同士のなんかあんたやろ、日本のアイフォンとかあんねやろ、で、皮脂管はそんな技術あらへんからな、それでもやっぱりあの実直な仕事する、そういうなんで評価ある、皮脂管のその芋漬けよ、その皮脂管芋漬けちゃうの、金属同士の笑わせることを芋漬け、あの芋漬けよ、もう芋入れてこう温度をつけるな、皮脂管いうのはこういうこういうのがこしらえてる、人工的なのか、おもうこう芋じゃないの、芋できる、はめ込むよ、
ファミコンみたいな感じで溶接しとるんですか。まあ言うたらその長谷川幸三郎は芋漬け、その技術はなかなかできん。なんで包丁でこんな柄ができるのかな。いや、それはちゃう。芋漬けしてる、あれ、歯が面倒。あ、芋漬けじゃないと思うんだよな。うん、もう俺もそれを知らんけど。それを褒めたのは、千代鶴、カンナ、カンナの歯作る明治に言われて千代鶴フィッシュといいんだよ。初代千代鶴。その人が、カンナを何十万積んで。今やったら30万、40万カンナもなんか大きいのからちっちゃいのまでいっぱいなんか見たことある、うん、ちょうどの俺一回だけ見たわ。ちっちゃいカンナある、俺持ってる、何種類も持ってる、もういらんけどな、2、3種類でいいけど俺いっぱい持ってる。俺カンナだいたい10本ぐらいだ、ちっこいのこんなんとか。ああ、そんなやつ見たことあるわな。あと、キワだけこするカンナ、あとこの角のこの面を取るな、面取りガンダムに調整して、この幅も全部調整、一定に綺麗にビシーッとできるようになった。それ高い電気、それでもどうしても有志こうでなかなか出番もう荒いんだけど、そんなの合わせたら10本以上持ってる。いや、その千代鶴いうのな、もう名人中の名人に声出してる。その名人日本で千代鶴いうのはもう大体誰でも知ってるわ。もう30万、40万ですよ、カンナを。俺が高いカンナ持ってるって4万とかそれぐらい。そうだ、ね、40万。もうそうだ、ね、かなりやぞ。その人が褒めて、幸三郎の。幸三郎のその言動は素晴らしい。せがこうみんなにこう、話広まっていた思い。千代鶴のあの人が、褒めたたえてる弦のような、それの弟子のやつを俺持って、はじめ幸三郎の顔を持ってめちゃくちゃ高いねん。で、幸三としてもな、買い物がないか、俺よう使え持ったなって、もう飾りやんと思った。てか、こう実際に使えるやつがええなと思って弟子の、まあ、チクチクこんなんで1万なんですよ。高いな。高いよ。だってこんなんやったらこんなん1000円2000円とか、あのこんなんとかもうこんなん1000円とかない。しかも A までついてるわ、そんなん2000円とか。そんなんそんなん頭だけ A は自分で据えねんけどな、頭だけでそんなん2万から言うの。それをこうって思うてな、喜んで積もってたわ。たまにそこ出ねえけどな、軽すぎてな、小さくもう一回り大きいの、こうたらよかったけど、大きいのやったら値段バーッて上がんねんけ、それこそ3万とか。せやからやめん、今からまた買うといたらよかったもんね。今もはいや、まだ行けたはるけど、もう引退するとか、ええとした話。せやから値段上がんねん。ひしかも知らなかったから、それのいとこやから、いとこやねんて、ひしかも養子にかったから、そうなんだな。そのひっそに呼んでたからな。で、これからもっと年口が出るだろう言うて、ひしかんいうメーカーもあらへんから、メーカー言うとその人、その人だけが潰ってて、養子にかはったよ、ひしかんの生涯の腕がええからこう、ちょっと余震に来てくれ、そんな感じで変えたら。その人もそやから、いとこか、なんかいとこやから名字も長谷川や、でもその人も死なかった病気で、で、今ある分だけが、流れてる分だけはある。それがもう、減っていったらもっと値段上がるやろ。使い方できる、使わなあかん。それが一番使ってるわ、ひしかん。みんなええなあ言うの。どこやってひしかん、ああひしかんか。昔はものすごく高かった。俺5、6千で買うの。いや、5、6千、5千。
で、でちの時が。その頃の英雄からで、デイジから必ずの頭入って1000円、2000円。めちゃくちゃ高かった。で、みんな値上げしていって、石川だけ、その値段かな。全然値上げせんと、なかなかんか言うけど。俺買った時にはもう5、6000円だった。昔の値段で売ってる。でも今あるだけでも辛い。これからもっと上がるやろうとは書いてあったわ。それはどこの金物やから。新潟の金物やから。長野かな。から俺買ってんね、これ。もうあらへんもんな、京都。京都売ってへんじゃん。売ってるとしたら、あ、探したら売ったのかもしれんけどな、石川とか。せやけど、もう、あらへんやろな、なかなか、ほんまに。こう、古い金物屋、探し回ったら売るかもしれんけど。古い金物屋、探し回ったら売るかもしれんけどな。もうええわ。もうそんだけあるしな。もう金槌はもうこれずつごめん。探したらかっこいいのいっぱいあるけどな。あんねん、まだネットで誰も探してる。2軒か3軒ぐらいでいいけど、あとみんな足元見て高高いねん。良心的なんか2軒ぐらいかな。そっからこうだ。その人もある本だけやねん。古い金物やったらあるかもしれんけど、石川もあるもない。それにな、ここだねつけた。コクタンの絵であんまつけへんねんけどな。またかっこええねんけ、コクタンの絵。コクタン、コクタンじゃあ下、下の絵かっこええねんけ。パルさん、これかっこええなーって言うな。今言うてくれんねん。あん、これどこのやつや。ほな、みんな名前言うたら知っとるわ。あ、そんなことやってるええねん、下やろ。疲れてきたんだ。え、やっぱ立ちっぱなしのシーンだよね。それは疲れるよ。座ってると一番痛いね。立ちっぱなしも良くない。あ、そうだよね。
だからガス代と灯油代は安いの。そしたらええことないやろ、今の家やったら。厳し高すぎて。二酸化炭素中毒。あ、中毒なんだよ。昔の家から行けてる。あ、隙間だらけやな。隙間だらけ。昔は荒壁やもん、隙間だらけ。虫が入ってるまっこったんやろ、昔やから。なんかあの、藁を混ぜたらええ壁になるやつ。あ、そうや、土の藁。俺よう混ぜとったんや。あ、ほんま。うん。すごいええ家だよ、あれ。腐るの、わらが腐るの。で、それがつなぎなんだよ、土の、うん、つなぎやの。ああ、ああ、すごいええ言うてた。うん、それはつなぎで強くねえねんけ、うん、俺やっとったもん。俺が手伝いで、まあ、レッテモンタル難しいねまでしか見たことないわ。わらのカフェっていうのはちょっと上手ガラ壁上等な上等やつが何かあの味噌とか作るその倉庫みたいなとこはそういう壁やねんとあかんねんけど。え、何味噌とか醤油とか作る倉庫だね。そういう壁やねんとあらかべやろ。うん、うん、切り下がすぎてあかんねんな。そこの、そのカフェとかの人に金がおんねん。そういう金は。あ、そしたら、わらにおんねやろな、たぶん。うん。ああ、そうやろな。うん。手に入れた。やる気で。ネットで。滑る YouTube。YouTube かな、あれ。YouTube、さまざまや。俺も YouTube さまざまや。YouTube なんか何もできる仕事に分からんとき俺見るときあんのやったほんまほんな教えてくれる動画あんのあんねん流しとく。それ助かったときあんのほんま忘れんねんどうやったかなー思ってどう忘れんねんあっこれどうやったかなこうやったかな思って仕事は思うけどかっこ悪いけどね、ちょっと見とこう。確認のためもあんねんけど。ああ、こうなんやろ、もう助かるときやろな。ほら、忘れるときやん、忘れんねんね。やらんよ。技術もやっぱりやらんと忘れていく。忘れ。収縮チューブもあるね。いろんな種類あるね。あ、収縮な。お、一番細いんだよ。釣りに使うの一番細いんだよ。2号、7号で7ミリ、1.5 ミリ。あ、フライヤーにつなげるとか。お。一番細いの 0.5mm 1.5mm 一番細いの 1.5mm やったやっぱり眠たいんか。え、眠たいんか。大丈夫だよ。眠たそうな顔しとこへんけ
ジョニタさん、ファーシルさん、うん、もう全然眠たそうじゃないよ、全然眠たないんだよ。2.5 ミリ買おうかな、今ネットで買おうかな、これ2.5 ミリ、それは伝説用の就職チューブやろ、うん、フライ用じゃなくて、いや、うん、いや、フライ用、フライ用のライン用な、ライン用の就職チューブがあるの、うん、あ、もう時間だ、ナチュラルのもう眠とるか、今日買うたポイントもついてないんだ、はい、いろんなん買おうかな思ってやってたけど、このやめとこは寝たやんか、帰ろうか、え、大丈夫、え、今何時になった、まあ12時になった、12時おう、ねえ12時か、あ、なんで全然眠たない、なんで昼間寝てんの、思わん、それがまだ風呂入ってる、あと YouTube 見ながらとか風呂入って、今日は2時ぐらいの風呂入って、あー気持ちいい、あ、スギちゃんのとこ行かなかったな、これ元気やね、目全然死んでへんよ、スギちゃん魚の死んだような目しそうね、眠たそうね、5時45分起きやったしな、あ、受験勉強終わらなかった、ね、受験勉強みんな終わらなかった、受験しようか、みんな受験して、どうやって結果受かるよか、みんな一人だけちょっとヤバかったそれだけど、あとはまあまあ受かった、ヤバいってこんなん滑った、滑れた、シリーズだな、滑り止めが滑った、滑った方が多い、あ、ほな滑り止め以外も受かった、受かったのが俺結果聞いてんの、ほんま津森先生の思いを安室さんの教え方が言われてるかもしれないな、先生本人もね、いや、これは言われへんよ、これ乗れるためにお金払うって言ってもまあ、それはお、どこ受かるよ、どこ受かるよ、そうか、でもその雇用候補とか受かってくるから、雇用候補に結構貸したんで、俺らの時もそこそこやった、なんかまだこうとか言ったやつおらへん、そうなわ、どうしよう、なんかこうでやっぱりすごいやろ、みんな東大行くのになんかご意見を、勝谷はそうしようかな、え、勝谷、勝谷は誰や、あ、先生なんかこうやん、あのさ賢いね、うん、じゃあ東大行けへんなんてあるでしょ、そこまでは賢くなかった、いや、あの人なんか医者になりたかったみたいで、あ、ほな東大では医者になれへんの、東大の医者は一番昔にだわ、みんなで、あ、そう知らんの、まあ、うん、東大以外の医者で、家がお父さんが医者やった、あ、そうやし、結局生徒医者になってへんの、こっから見えそうやん、兄弟は医者になってる、あ、ほなええんちゃう、そうやし辛かったんじゃ、兄弟は医者になってね、俺は、あ、いや、せやけど、あいつの勝也はああいう生き方の方でいいか、そうや、喜んでしょ、お、あれ全然生きれてねえし、ええやん、飯も行ってるし、最後医者にならんでもええよな、ちょっと選挙通らへんかったけどな、え、ああ、そうやな、ちょっと、あいつちょっと極端すぎたし、あかんねん、あの格段党ではあかん、いや、俺好きやったけど、応援してたけど面白かったけどな、あいつ制度待ったなこと言うとけどな、病気がちょっと面白くないけどな、そう、ほんであれそこまで行っていいんかい、まだやってんの、ダメか、鷹人のが取れたやろ、そこまではなんかなくなって待っていいんかい、あの行っていいんかい、 SP みたいな、まあ半径状態、司会は誰がやってんの、山広さん、違う違う、変わった、あ、ほんま変わった、
こ、毛大さんと高大さんと私も昨日あの東大卒のな、賢いやつの人が似ているアナウンサー面白い。いや面白いは面白いけどもそこ昔ほど面白くないな。危ないやつがおらへんな。三宅先生も当然いいわけやし。危ないやつ言うたらヤシャコのやつぐらいやな。誰やって忘れた。武田なんちゃら。あいつがバーバーが言うぐらい。ヤシャコ。あの人が面白いと、あとは戦争カメラマンの宮島さん、こんばんもの方な、うん、あのゆっくり喋る方じゃない人な、こんばんも、私もってあれじゃない、うん、あのお笑いの人やろ、お笑いじゃないけどお笑いみたいなものの人やろ、戦争カメラマンの切り早いさ、まあ、あの人じゃないよ、宮島さんやろ、あの人は戦争カメラマンいいけど、その戦前あの最前線まで行ってへんカメラマン、なんそうそう、こんばんもの人も、ほんまに最前線の鉄砲って弾を飛んでくるようなとこ行ける、あの人の勝谷さんの友達の方や、おあの人だけやな、面白い、バカバカ言うの、バンバン言うてる、あの人は、あうん、あの人言わはんの、言わはるよ、もう言うもんおらへんな、ほんまにバカバカ言うのは、あのヤシャゴあの人もそこまで言わへんな、あー、その戦争カメラマンぐらいかな、てっちゃん、てっちゃんちゅう人もいたな、うん、あの人みたいな、山崎、山崎、山崎哲也さんと仲良かったでしょ、うん、あの人も、もう引退する、あ、やめはった、あの、いそこまで行っていいんかいな、ああ、まあ、うん、その冠取り上げるゲリもやめた、もう歯抜け状態になってる、歯抜け状態になってる、昔みたいな、あんなちょっと危ない番組ではなくなったな、あんなギリギリの番組やったろ、お前は、そんなもうギリギリじゃない、俺も楽しみにしてたんや、あれ、あどうだ、もうカツアイが抜けてから面白くなくなったかな、あいつがバカバカ言うでしょ、もう上品になりすぎたんやな、うん、あとあれは出てるわ、カツの友達みたいな、あの金ミレーって言えはったわ、ああ金ミレーの弟子で、戦争肩書きなんやったの、戦争、ああせ、じゃあ自衛隊に詳しい人な、うん、あの人ジャーナリストかな、ああ弟子、ああ教え子も、金ミレーの教え子も、もう自衛隊大好きでしょ、自衛隊大好きな人、あの人出てる時はまだ面白い、まだ勝谷ほどでもないけど、まだ全然あるんやな、勝谷ほどバカバカいかへんけどな、あこまではもうガーッと切り込んでいかへんけどな、切り込みすぎだよな勝谷、あれほんで干されて切り込みすぎやで、また高人おったらなちょっと助け分で出すかもしれんけど、もうおらへんもん、もう切り込みすぎて勢いたくて、ほんまのこと言い過ぎたら言うかも、勝也もそこまでいかねえわ、抑えたはるわ、うん、まあ、もう牙抜かれとんな、半分、うん、そこまで、ほんで日曜にやってんの、うん、あの時間深く掘り下げねえんな、あんまりそこが、あのほら邪魔だけどな、カツヤおってもあれ YouTube で見探したけど見えへんな、あまあな消されてんやろな、多分ビデオになってるんちゃう、ビデオかなんかお金払ってるビデオとか、あの音声はすごいね、あ映像までは、あ映像まで映像見なおもろないよね、あれ、活躍が。あれでおもろないおもろない、ね。あと、誰や。活躍に。三宅先生と。おお、先生と。活躍と三宅先生と、てっちゃんと。うん、
だとザコバ。ザコバさんな。あこら辺が一番おもろかったね。あこら辺が出てくる時一番おもろかった。もうそこもねえへん。面白くないから。ああ、そうなんだ。そこも出てへん。今テレビ時代あんまり出てへん。三宅先生が死んだのもあるやんな、面白くなかった。死に込んでいかへんもん、誰も。見れんの、ええへんから、無理にいかへんし。あと、あの女、桜井さん。あ、桜井さんな。あの人も全然ね、全然ねえのあの人。あれなんか準備したからやっぱ日本は。てか日本のそういう右翼じゃないけど、ほぼ右翼じゃない。右翼じゃないけどそういう考えの。ちょっと。もうでも抱いて大丈夫、水入れてくるわ。クム太郎金、うん、それ網いらる、いらんやったらその裏、あそのあこれいらんわ、それいらんやろ、それ洗ってくるわ。いやこれあいいの、あいいの、そうやな、おめでとうですか。こっちいらん、あそれね、そのそれは洗うんで、あ、ほんま、あ、アミがやるって、洗ってくるわ。どんどんこれそのでっかいもじゃまだ持ってきたらやろう。なるほど。あ、これもらってたしな、これパスなんけ、これ。あ、全然やってないの。日立職人って痛いのだろう。いや、でも全然仕事してへんから、全然すられてへん、ずっとしてへんねん、仕事。あのコロナになったせいもあるけど、コロナかインフルエンザか。